やっほ、ムキオでーす。はい、今週は、ね、私、平成元年生まれムキオがロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ひときわは向けます。金目持つけどね、というところでございます。本日、ちょっと大企画、ちょっと考えております。その企画、話していきたいと思います。このチャンネルではですね、皆様からの情報をもとに GMTSS マラソン中の私が時計情報をどんどん上げていくチャンネルでございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日ねちょっと企画考えてるんですけれども、その企画名発表したいと思います。はい、企画名こちら、もし11月中に登録者800人いったら白樺モデルが欲しいというとこでございます。ちょっとねこのね話ちょっとしていきたいなっていうとこなんですけれども、私ねグランドセイコー白樺もドハマりしてます。もうめちゃくちゃかっこいい、めっちゃ最高で、これもライブとかでも言うんですけれども、みんな買いなよ買いなよっていうとこなんですよ。いや欲しいんですよ。ただねちょっとね買えない理由とかもあるんですよ。でね、もう都会ではもうね注文しても4ヶ月待ちとかそういう話で、今私のこのね田舎の正規店にはあるんですよ白樺が。でもちょっとね踏み切れないっていうところがまあ一つありまして、まあその話なんですけれども、まあ私ね今 GMTSS マラソン中なんですよね。まあこれはもう本当に欲しい、もう絶対もう人生の目標として、もう絶対欲しいんですよこれは。うん、ただねこの今白樺を買ってしまうとですよ、もし、まあ、白樺1本だけならいいんですけれども、白樺変えて速攻 GMT 変えた時にはもう死ぬなっていう話もうほぼ破産しますっていうとこなんです。もう来年からフリーランスになりますからね私は。ああ YouTuber になりますから、来年からもうそういうめちゃくちゃグラグラの中で手元にキャッシュがなくなるっていうこの恐怖、そこにね怯えております。でもやっぱ白樺とかあったらやる気が出るんですよ。なんかね聞いたことありますけど、やる気がって感じになるんですよ本当に。絶対こうグッと上がってくるっていうとこもありますし、あとね金利がめちゃくちゃ安いキャンペーンやってますんで、これねローンが通るのがやっぱ多分仕事中だけなのかなっていうところで、あんまり時間がないっていう。でまあなんかね私時計ってね本当こう何かをねこう達成した時に買いたいっていうのがちょっとありまして、まあそういう形でね今回ねこういうね企画ちょっとやってみたんですけれども、やっぱね買ったらやっぱグッとね気持ちも入ってね、こう一生懸命なれるのかなっていうのもあります。まあもしね達成できなかった場合にはまあ一旦保留して、まあ考えて、ちゃんと考えて買うんですけれども、まあその考えてる間に多分ねもう売れてしまったのであれば、もう今1本しかありませんから、1本しか置いてありませんから、多分もうあれがね年末商戦とかでそこで売れてしまったらもうそれはね買えないことになりますね。多分この私が仕事やってる中で多分買えないでしょうね。3ヶ月4ヶ月待ちにはそこではなると思いますので、でまあそこでね、まあもうこのグラグラした気持ちをまあ皆さんにね一つねこう押していただきたいなっていうとこ、まあこの金無垢の時もそうだったんですけども、いや絶対買うっしょみたいな、絶対買うっしょ、なんで買わないのみたいな、いや400万405万、まず全く後悔はしてないんですけれども、皆さんに背中を押していただいたらね、結構ねその800人11月中ってまあまあねきついと思うんですけれども、その気持ちが伝わって、もしねその達成できたのであれば、私はねもうね買ってやろうかなというふうに思っております。もう人生どうにでもなれっていう状態ですねどうにかなるっしょ、どうにでもなれっていう。まあ一番悲しいのはもう絶対、もう今は絶対手放したくない、もう絶対手放す、もうそういうにはなる可能性もありますけど、もうどうにでもなれっていう話。もしよかったらね皆さんね登録してもらって11月中に800いったら多分速攻買いに行きますから、その時あればなんですけれども、ちょっとねその企画ちょっと今ねやっていこうかなと思っております。まあね今本当に迷っております。まあ
欲しいっていう気持ちはあるんですけど、まあ、人生設計とかいろんなとこを考えたとこですぐは踏み切れない状態であります。まあ、これっていうのはね、まあ、その家族がおられてね、時計買おうか買おうまいかね、めちゃくちゃ迷ってる、まあ、ご結婚されてる方であったりとかね、そういう方にね勇気を与えれることもできるかもしれません。だから私もねしっかりね皆様のためになる動画こちらの方ね上げていって、でそれで登録者が増えてね800人ね11月中に行けば、まあ、その仕事を辞めるまでの YouTube での収益化の、まあ、道筋もちょっと見えてきますので、いやー頑張っていきたいと思っております。もういい動画作っていきます。もしね私にもうね白樺かぶせて人生散らかせっていうねそういう指令がある方はねもうねチャンネル登録グッドお願いします。うん、ちょっとねもうまあしてほしいのかしてほしくないのか人生が崩れるのかもいろいろ分かんないんですけど、もうねもう進むしかないんで、私そういうふうにちょっと今頑張っております。もしねよければ賛同される方はもうよろしくお願いしますというところでこういう動画上げてみました。うん、まあ、ちょっと今後もねそれ達成できるように頑張っていきますので、もしよかったら皆さんムケムケOKの方よろしくお願いします。今日はそんな感じの企画会議でした。頑張れ俺、よろしくお願いします。以上です。OK。ではまた。